おはようございます。速稼塾の久保です。今日は新橋からお送りします。昨日は私はですね、銀座の方でちょっと集まりがありまして、そこに出席したわけなんですけども、今回東京に来た、ね、理由の一つとして、まあそれの他に秋葉原によってですね、まあ電磁波のリサーチをしてきたんですよね。まあ、なかなかね、興味深い数字が出てきたなというところもありますし、まあ、いろんな方のね、考えを聞くこともできました。で、やっぱりね、この私がネットの方でね、その YouTube の方で IH のことについて、まあね、いろいろと考えをお願いしますというふうに募集しますと、やっぱ IH はね、危険なんだよというふうなね、そういうふうな声もかなりありましたね。まあ、実際どうなのか私は結論を急ぐつもりはないんですけども、現象としてはIH レンジ調理器クッキングヒーターありますよね、というのから出ているやっぱり電磁波っていうのが一体いくつなのかってことを測った方がいないんじゃないかなというふうに感じるんですよ。そしてその他通常についている家電ですよね、いろんな家電の中にも電磁波を発するものって結構あるんですけども、じゃあね、電子レンジが一番電磁波出てるのかなと思ったら案外そうでもないんですよね。まあトイレの方から出てるというね、今最近は便座もですね電気製なんですよね。そう考えていくと、その便座からですね電子レンジ以上の電磁波が出てるなんてあまり思わないじゃないですか。しかも肉体に密着しますからね。電子レンジってのは言えば電子レンジの庫内の中の話ですけども、なんかね、いろんな人を先入観に支配されてるなというふうに改めて感じたなと思うんですよ。そしてね、一番電磁波が強いのが車ですね、自家用車。だから車に乗ってる方っていうのはいつも電磁波からの影響を受けているのかなというところです。まあ、あとはね、その高い電磁波とされているものが人体にどのくらい影響があるのか、そしてどのくらいの電磁波量だと人体に影響があるのかってことも、まあ、これはね、はっきりとした結論ではないんですけども、まあまあ出てましたね。まあ、一言で言うと気にすることはないと。一番健康被害が出てるのが電磁波が出てるから何か体に悪いことがあるかもしれないというプラジボ効果なんですよね。まあ、そういうふうな意見もあって、まあ、なるほどなと、冷静に考えてみるといろんなことがわかるなというふうに考えているところです。例えばね、IH の調理器がもう何が何でも悪いんだというふうに信じてしまうとリサーチしなくなっちゃうんですよね。だから信じる中にも疑って、本当にそうかなと、何々さんはこう言っていたけど本当にそうかなとかね、でこういう数値が出てるけども自分で測ってるのかなとかね、いろいろ確かめる術があるので、結論に飛びつくのではなくて自分で確かめてみるってことが大事かなと思ったんですよ。で、きちんとね、電磁波を測る機械なんてのは売ってますから、まあ測ってみるのいいかなと思うんですよね。まあ、これはね、今回電磁波のことをたまたま例に挙げましたけども、いろんなところでこういう例ってのあるんですよ。自分で確かめたわけでもないのに、まるでね、自分がそのことについてものすごく詳しくなったかっていうのなったかのように力説してしまうことって結構あるんですけども、そういうところからもし口論が始まってるとしたらちょっと悲しいなというところですよね。はい、では本日はですね、以上のような感じで、まだは分かりませんけども、すぐに結論に飛びつく必要はないかな、焦る必要はないかなっていうね、そんな放送でございました。引き続き皆さんからのね、お考えも聞きたいなと思っております。IH クッキングヒーターっていうのも、このね、電磁波っていうのも放射線と残留放射能と同じぐらいね、多くの方の過激な論議を呼ぶなというところが分かったかなというところでございます。それでは本日は以上です。失礼します。